今日は神奈川県小田原市にある波の子村に来ています。これから無重力体験ダイビングバーベキューワンデーコースに参加します。いつもはビルばかり眺めているので、この自然は実に新鮮です。波の子村はキャンプ場になっています。ファミリーが多いです。今日使うカメラは GoPro Max で360度撮影を行います。この動画は360度映像を通常映像に変換したものです。360度の動画は別に YouTube にアップします。面白い映像ですね。どうやって撮影しているか分かりますか？海に来たって感じですね。結構波がありますね。これからこの海に潜ります。海の中を見るのが楽しみです。最初はシュノーケリングで練習をします。今日は海があまり綺麗ではありません。残念です。息を止めて潜る練習をします。まず見本をご覧ください。カズは足につけた大きなフィンを持て余しています。なかなか難しいです。すごいすごい。ラヤマ潜ってごらん。上手な人の見本ですね。もう一度潜ってみましょう。今度はさっきよりだいぶ良くなりましたね。バッチリです。いや、結構いい、ちょうどいい運動じゃないですか。次はいよいよ本番です。アクアラングをつけてインストラクターから説明を受けます。水中で気をつけ
ロープ伝いに後ろ向きで海に入ります。ダイビングの様子をしばらくご覧ください。魚がいっぱい見れるといいですね。周りを見回しましたが、魚の姿が見えません。海中では声が出せませんので指示が伝わりにくいです。この辺でようやくフィンの使い方が分かってきました。小さな魚はいたのですが、カメラではなかなか捉えづらいですね。もう少し探してみましょう。魚発見、何でしょう。海の中にいると無重力の中にいるようですね。
の映像はどうだったでしょうか。楽しい体験ダイビングでした。ダイビングの後はバーベキューをいただきながら、やっぱりビールですね。優しいインストラクターと明るいご家族がいいですね。今日は楽しい一日でした。海の綺麗な時期にまた来たいですね。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろな体験に挑戦したいと思っています。また YouTube でお会いしましょう。